今回紹介するのは「深海生物大辞典」という本です。280ページの美しい深海に満足。この手の本が好きなものの感想を。この本の一番の売りは写真のクオリティ。深海生物関連の多ンでは見られない存在感と説得力がここにはある。当たり前だが写真が良くないと買う意味がない。後発でありながら。 新陳種の生態写真が多い280ページ超のボリュームが良い大事点と歌うだけあってうまくまとめられている全体の印象として美しい本。買ってよかった届いた本を手に取ってまず 目測の1.5倍くらいの重量に驚きました。グロキモイやつからかわいいやつまで深海生物をまじまじと観察できるのがいい。RPG ゲームの敵キャラとしてそのまま出演してそうなやつもいます。部分と全体を観察しながらモンスターデザインの参考にするのもよさそうです。幽霊オニアンコウの写真とガラパゴスハオリムシの説明を読んでいると、 異様な深海生物もやっぱり血は赤くて地球の仲間なんだなぁと感じられますこの内容で1500円は本当にお買い得すぎるクラゲの発行はマジ神秘深海旅行したい以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします